ただいま。おかえり。むかゆいね。フロマージュさん、お化けありがとうございます。エヒちゃんは可愛いお顔しか見せてくれませんが、変顔いつになったら見える。まあ、ヒナはそういうキャラじゃないんで、まあそういうのやってないかなみたいな感じで、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします。まあ王道みたいな感じで、変顔はちょっとやってないみたいな感じかなみたいな。まさふみさん、コウモリありがとうございます。鼻声だいぶ治った。本当？なんかずっと鼻声な感じしてる、個人的には物販なら、あ、物販もやらないです。はい、清純派ですからね。はい清純派ですか。キムさん、ハートありがとうございます。変顔とは何でしょうそれな、変顔って何だろう。変顔ってなんだろう。ニキ伝説解禁まで、ニキ伝説は解禁するものではありません。なんか白目ぐらいの、白目できない、普通に普通に白目できないんやな。うんなんかネット環境悪ない。悪い。ヤホーの私服決めてるの？決めてないまだ決めてないですね。わたちゃんさん、可愛いってありがとう。キーさん、キーくんさん、まさしさん、ハートありがとうございます。半年前ぐらいに Wi-Fi の調子はそうだったけど、それから新しいのした。なんか治った。めっちゃ長時間壊れてたけど、長時間っていうかめっちゃ長期間壊れてたじゃないですか。でも諦めてたんだけど、ありがたいことになぜか治ったなぜか気づいたら治ったね、何だったんだ本当に。
でも数ヶ月間マジでずっと治んなかった。無意識に治ってた。無意識って何？こんばんは。足がしびれた。絶対にね、絶対にね、絶対にね。こんばんは。こんばんは。クッション聞いてますよ。アッキーさん、おばありがとうございます。この休みで何かアニメとかドラマ見始めた？見始めてない。スパイファミリーと呪術廻戦だけ。リップツヤツヤでカーチ嬉しい。アンデさん、会議室ありがとうございます。やばい、足がしびれている。途中うわーい。フリーレンって何？ドラマ？アニメ？下克上野球？ドラマ？アニメ？でもなんかスポーツ系ってあんまりおもろいって思えないタイプなんだよな。わかんないけど、野球って入ってるからスポーツ系なだと勝手に勘違いしてるけど、全然スポーツ系じゃなかったりする？もしかして。あんまりスポーツ系おもろいと思わないよな。自分がスポーツしてなかったっていうのもあるかも。キムさん、ハートありがとうございます。少し見ない間にまた可愛くなった。本当？本当に？じゃあ会いに来て。何段階足のしびれ？あ、ねえ、今終わった。今元気になった。今はスポーツ系のイメージ全くない。うん、あんまりおもろいって思わない。あんまりおもろいって思わないよな、スポーツ系。自分がスポーツあんま好きじゃないっていうのもある。なんか配球とかめっちゃおもろいって言うやん。配球見てないのマジ人生終わってるよとかさ、結構さ言ってくる人いるけどさ、まあ、別におもろくないわけないかもないとは思うんだけど、多分ひな全然好きじゃないと思う。なんかもうスポーツっていう時点で何の面白みもないって思っちゃう。ごめんだけどね、あの本当におもろいとは思うんだけど、なんかひなはもっと戦いとか非現実的なアニメが好きなんですよ。スポーツってもうたださ、現実でできることをアニメにしてることじゃないですか。ひなはもっともう異世界に転生しちゃったりだとかもうこの世にいない何かと戦ってるだとか、そういう現実的じゃないものが好きなんです。体育の授業嫌いだった。大好きだった。勉強嫌いだから全然大好きでした。運動神経悪いけど、縦の映写の成り上がりおもろいよね。おもろいよね。なんか今しかもシーズン3始まって見ようと思ったんだけど時間なくて全然見れてない。でもシーズン2までは見てるけど、なんかそれでシーズン3始まったからちょっと見ようと思って1話見たんだけど、あとひな、どんな展開で終わったっけみたいな、ちょっと忘れちゃっててさ、ついていけなそうで、しかもまあ時間ないからまあ今度時間あるときゆっくり見ようと思ってやめた、見るの。でも盾の勇者ひな結構好きだったんだよね。
ファンタジーが好きなんだ。そうだね、ファンタジー好き。シーズン1から見直してる。え、最高じゃん。ひなも見直したい。ひなも見直したい。でもさ、もう時間ない。でも今シーズン3から見ても、あの、何があったっけって感じ。普通にもう忘れた。普通に見直したい。何があったかを忘れました。だってさ、アニメってひどいよね。シーズン2とかさ、なんかさ、めちゃめちゃ時間かかってさ出してくるじゃん。まあそういうもんなんだけどさ、そういうもんなのもわかるんだけどさ、もう忘れちゃうのよ本当に、展開を。え、何があったっけみたいな。何あったっけ、どういう感じで終わったっけみたいな。そう。しかもひなってばもうさ、多分普通に人より記憶するのさ覚えてないタイプだから、なんか結構さ、結構人ってさ、人ってっていうか、人とアニメの話したりした時にさ、同じ分量見てるはずなんだよ。なのにみんなさ、キャラクターの名前とかさ、もうバリバリ覚えてるじゃん。あ、もうなんかやっぱ脳が違うんだなって思う。ひなさ、どんだけそのアニメにハマってても、どんだけそのアニメを何回見直したとしても、あんまり登場人物の名前とか覚えらんないのよ。なんか覚えたとしても次の日にはもうわかんないみたいな。その時、そのアニメを見てる時間は、その誰誰って言って分かったとしても、もう数日後には分かんないみたいな感じなの。だから多分普通の人より、あの、全然分からない。だからなんかみんな結構アニメとか見てさ、誰誰がな、何々とか言ってさ、なんか当たり前のようにさ、登場中、え、誰が好きなみたいな、私誰誰みたいな、あ、わかるみたいな言ってても、え、ひな、あの黄色い髪の人みたいな。え、もう好きじゃないやんってなるけど、でもほんと同じ分量を見てるはずだし、好きなの、おもろくて見てんのに覚えらんなくて、あの黄色い髪の人みたいな。で聞いて、ああ、そうそう、それそれみたいな。そう、絶対わかるの、聞けばわかんの、ああ、そう、そいつそいつってなるんだけど、自分から思い出せないっていうね、かわいそうでしょ、本当にかわいそうなのよ。こんばんは、お鼻かんで。マシオさん、コウモリありがとうございます。最後まで名前言えなかったキャラ数知れず。いや、ほんとそう、ちゃんと最終回まで見てんのに最後まで名前言えない、覚えられないみたいな。それな。マシオさん、星ありがとうございます。埼玉のおじいちゃんさん、お花ありがとうございます。そのペースで鼻かんでたら、卒してた時大変だよ。もう電車待ってる時とかはもう人目気にせず鼻水かんでた、今日。ふーんって。さすがにちょっとシーンとしてる時はできないけど。アッキーさん、バラありがとうございます。
ゆとさん、マス先生さん、ハートありがとうございます。ああ、もううじゃい。うじゃすんぎ。清純派の花神、俺にとっては天、どういうこと？どういうこと？あ、そうだ、今蚊に刺されたんだ。昨日、おととい。なんで今こんなにふくらはぎかゆいんだろうって思ったら蚊に刺されたんだった。まだ蚊いる。まだ可愛いるんですね。かゆ、かゆすぎ、かゆすじ、かゆすじ。咳止め飲めます。漫画本は読めますか？読まないです、全く。かゆい。めっちゃかゆいんだけど。何まあいっか、頑張って忘れよう。最後に読んだ漫画って何？マジでわかんない、読まない。マジでわかんない、読まないから。あ、でも携帯で読める漫画で、チェーンソーマン、チェーンソーマン見てた。アニメの続き、アニメ今まだシーズン1までしかやってなくてさ、アニメの続き、携帯の漫画のやつでね、読めて、読んでた。チェーンソーマン早く続編出てほしい、本当に。でもマジで好き、チェーンソーマン。めっちゃおもろい。小さい頃は分厚い漫画買ってもらってなかった、なかったですね。全く漫画とか、あんまり。まあでも、チャオみたいなやつ、ほんとたまに買ってもらうぐらい。あんまりなんかそういうなんか、毎月漫画買うとかそういうのなかった。チェーンソーマン続編まだ？普通にめっちゃ進みたいんだけど。リボン。夏。でもひな、結構漫画が読みたいわけじゃなくて、付録が欲しかっただけで買ってたんで。だから、結構もう付録目当てでしか買ってないっすね。そう。
ラジオ体操とかそういうそういうのを頑張って、あの子供会みたいなところからさ、図書カードもらえるじゃん。図書カードなんていうの、本屋さんのカードもらえるじゃん。それもらえた時にいつもそういうチャオとかそういうの、あの付録目当てで買ってた。チェーンソーマンは血みどろだらけどおもろい。それがいいやん。いいな。血とかがなきゃおもろいって思わないよ。いや、なんかそれもなんかめっちゃ変な人だけどさ。もうそれがいいの。ひな、グロいのが好きなの。そう。血が出てこないとアニメっておもろくない。だからスポーツ漫画とかスポーツアニメとかおもろいって思えないの。血が登場しないアニメなんか私は好きじゃない。平和なものは好きじゃないの。戦ってもうグロいシーンとか、まあ例えば目ん玉えぐり取られるみたいなシーンがあるのが最高なんですよ。だからひなはゾンビモンとかが大好きなの。だからもうもっとグロくあれって感じ。普通に全てにおいて、だからチェーンソーマンとかやっぱすごいグロいシーンもう最高って思いながら見てる。そうとか言いつつ現実でグロいのとか全然見れないタイプなんだけどね。もうなんなの、現実でグロい瞬間とかマジで見れないタイプ。怖いでしょ。なんかニュースとかでさ、たまにさ、なんか注射打ってるシーンをドアップで映すとかあるじゃん。あれさ、ひなみたいな人がいるから絶対やめた方がいいと思う。ひな、あれ出た瞬間もうふっってなるもん。ふっってなる。痛いってなっちゃう。もう注射してるだけで。あと普通に医療系のドラマとかでさ、手術シーンでこうメスを肌にぐさーって刺してるシーンとか、あと普通になんていうの、そういう殺人系のドラマみたいなのでさ、包丁でぐさーみたいな、犯人が包丁でぐさーとかやるシーンも見れないの。もう、いったーってなっちゃう。そう。いや、本当にだから、些細なグロさでも現実だと無理なの。でもアニメとかゾンビ映画とかもうそういうもう確実に非現実なグロいのは大好きなの。そう。注射苦手、めっちゃ苦手。もうそういうアニメとかで血見るのめっちゃ好きなくせに、もうあの普通のリアルな血見るのマジで無理。だから自分が中あのさ、こうさ血取られる、私結構あのなんかまあ血取りに行くんですけど、病院に検査のためにね。もうその時とかもいつもこうやって顔背けてさ、もう怖いで、なんか終わりましたよって看護師さんがね言うから、あ、終わったかと思ってこう顔戻したの。そしたら自分の血が目の前にあったの。もうそれでもうぶっ倒れるかと思った。だからそんぐらい現実だともう本当にグロいの無理なの。現実だともうさ、
本当にあのちょっと血見ただけでもなんかうーん倒れそうになる。そう、だから現実のグロさはマジで無理だけど、アニメとかのグロさ大好き。もう血があってこその神アニメって感じ。予防接種だと血は見えないけどそれでも苦手、うん、でも血とかの問題じゃない、まあ、血もそうだし体に何かが刺さってるっていう、もうその現状がめちゃめちゃグロくて、もう想像しただけで結構鳥肌なんか、もう注射してる時とかさ、自分の体に針が入ったっていうのがもう分かった瞬間にいつも倒れそうになる。そう、もうグロい、肌に針が入り込んでるっていう、もうその状況がめちゃめちゃグロい。そう、人のやってるとこも絶対に見たくない。うん、だから変な注射系とかする機会で見たことないもん、自分が注射されてるシーンを。いつもこうやって顔背けてるから、一回も、もうちっちゃい頃とか習うかもしれないけど、もうそういうの怖いって思う気持ちになってからはもう一回も見たことない、自分が針刺されてる瞬間とか。何なんだろうね。でもグロいアニメ大好きなんだよ。グロくてもう血がたっぷり見える、もう真っ赤かな、なんかもうゾンビ系とかね。でも結局やっぱ一番好きなのはゾンビなんだよね。ゾンビひながそういうのにハマったのって多分最初はもう絶対にゾンビからだと思う。絶対にゾンビから、ゾンビが始まり。ゾンビが始まり。最初に見たゾンビ映画とか覚えてたりする？何かは分かんないけど、まあバイオハザードは結構ちっちゃい頃から見てましたね。やっぱりその金曜ロードショーとかさで、やっぱ一番やるゾンビ映画って言ったらやっぱバイオハザードじゃん。だからすごいバイオハザードをめっちゃ見てたな、ちっちゃい頃。バイオハザードかな、やっぱり好きだね。バイオハザードグロいし、グロい。もう主人公がかっこいいしね、本当に。主人公がかっこいい。ゲーム実況はあんまり興味ないかも。ゲームもあるけど、ひなは普通にもう映画です。見るなとか言われなかった。なんで？なんで見るななんて言われるの？チャッキーのなかなかぐらい。あ、チャッキー？おもろいよね。ひなも大好き。でもチャッキーはちょっとグロいだけじゃなくてちょっと怖い要素も入ってるから。誰かと見たい。そう、チャイルドプレイね。
でもひなも大好き。チャイルドプレイめっちゃ好き。昔なんかもうチャイルドプレイをなんか次の日、学校が次の日休みの日の夜に、あの家族でママとお姉ちゃんと見るっていうのがめっちゃ楽しみで、そう。でも怖いわけよ。それを次の日学校がない夜にみんなでお菓子を食べながら見るっていう、まあ、なんか懐かしい。泣けてくる泣けてくる。素敵な夜だな。素敵な夜だな。素敵な夜だこと。第三帽子ありがとうございます。なんかそういう幼少期の思い出を思い出すと、わあもうそんなことする機会ないんだろうなって思って寂しくなってくる。絶対にもうないじゃん、家族でさ夜遅くにさ、次の日みんなが休みの日にさ映画見るなんて。お家でみんなでなんかスーパーで一緒に映画見る、お菓子を 買って食べながらさ、はあ寂しい誰か私と一緒に過ごさない自分の娘とだね。そうだね、将来は自分の娘と映画見れるかな変えた。今回は彦根に帰った時家族に会えない。いや、会えそう。会えそう。一瞬。一瞬ではないけど。でも会えそう、普通に。そう伝えとこう今伝えるっていう。家族 LINE に待って。
ママが早速家族の予定表に入れてる。ウケる。オッケー。エル君ニヤニヤ。エル早く会いたい。嬉しい。こうやってさ、本当に叶ってる。お仕事で実家帰るなんて。いや、ほんとそう。毎月ヤヒコ帰れてる。みんなありがとう。毎月ヤヒコ帰れちゃってる。この菊祭りの準備も着々と進んでましたよ。うん、楽しみだね。楽しみだね。正直こんなに新潟やると思ってなかった。マジでそれな。嬉しい。紅葉満開の時行きたかったなぁ。絶対28日はそんなにないよね。まあ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 ね。疲れた。お待ちしたら終わりにしようか。しかも菊祭りにも少し早い。確かに。私ぽよさんなるもありがとうございます。まあまあだね。愛媛に彦村で会えるのはなんとも嬉しい気持ちになる。うわー、本当に嬉しい。ひなもまあそれも良き。最近 TCC なくて悲しい。本当にそう。もうなさすぎにも程がある。ラジオで琉球シンフォニー聴けて嬉しかった。おお、嬉しい。琉球シンフォニー。いい歌だよね。あんたの声が心で泣いてる。ここで諦めたら自分じゃないから。いい曲。
ばんは。そろそろ終わりにしようかな。じゃあ悠久の鼻歌で終わりっていう。ロマンジさん、サイリームありがとうございます。ヤヒに褒めてもらえるコーナーすごい好き。みんなぜひ送ってね。次回の褒めてもらえるコーナーもお楽しみに。みんなグッチョイのグッチョイじゃない、グッドチョイスラジオのグッドチョイスラジオのお便りにぜひ私に褒められたいことを送ってください。わかりましたか？お便り待ってます。送ってくださいよ。ということで、じゃあそろそろ終わりにしたいと思います。ランキング見ます。13位アッキーさん、ありがとうございます。12位マシオさん、ありがとうございます。11位ツルさん、ありがとうございます。10位マサシさん、ありがとうございます。9位ユータさん、ありがとうございます。8位ケンワンさん、ありがとうございます。7位 ARK さん、ありがとうございます。6位マックス時315号さん、ありがとうございます。5位埼玉のおじいちゃんさん、ありがとうございます。4位ティンバレラさん、ありがとうございます。3位わたちゃんさん、ありがとうございます。2位中さん、ありがとうございます。第1位アンドゥさん、ありがとうございます。はい、ということで皆さん今日も一日お疲れ様でした。今日も遅くまでありがとうございます。また明日配信します。おやすみなさい。バイバーイ。また明日。おやすみ。バイバーイ。